ゼネラルも落ち、ニューコムも沈んだな。最後は分かっているだろう。起動してる。そうか。ほら見て、このカメラこっちを見てる。誰だ。やっぱもう終わったんだろ、うん、ちょっと真面目に後にしなさい。陽子、俺はここにいるぞ。聞こえないのか。陽子、やめろ。そいつは俺じゃない。陽子、ここなんだ。こいつらはターゲットは確認したか。2人しかいません。よし、負け添えはあの男だけで十分。あと30秒撤収。出ろか。陽子、逃げろ。陽子、誰だ。聞こえない。陽子、早く気づいてくれ。陽子。なぜ俺はまだ死んでいないんだ。陽子、お前は俺に何をしたんだ。どうした、大丈夫か。混乱した勇気を叩くぞ。さあ行くか。お前にとって始まりであり終わりの場所へ。先生、行って。One, two, three, four, five.
ピオの地下空港に突入し、パークのいるユーピオ本部を潰す。パークよ、聞こえているか。この漁夫の利、高くつくと言っただろう。お前、最初からそのつもりだったのか。そうだ、貴様の命をいただきに来た。ここは一体どこ？そこに眠るのは何？どこかで見たことのある部屋。でも知らない子。違う。知っている。私はこの景色を確かに見た。でもいつ？そう、知ってる。これは記憶の記録。いつの間にか失われたはずのもの。失われたことは知ってる。でもなぜ今私が見ることができるの？そう、確かに私の絵が。ねえ、誰がそこにいるの？ディジョ。あなたに会うのが恥ずかしいからこんなことした。そして初めての翼、楽しい記憶。でもなんて嬉しいことを忘れてた。ディジョ、翼が私に命をくれた。あの人のためだったら何でもできた。いつ滅んでもいいと思っていた肉体なんだ。どんなになってもよかった。たったそれだけのことで彼が持っている翼を私も手にできるのなら。そして私はまた戻った、ディジョンのもとへ。でもこの記憶、私から奪ったのは誰？そうか。それよりもこの記憶をよみがえらせたのこそ誰？そこにいるのは誰？まさかそんな全てあなただったの？レナ、今わかった。そうだったのか。この接触、そして読み取り、そして消去だと。お前が最後の敵なのか。